最低の成績だね。単位もギリギリ。そこで一つ提案がある。あ、相撲部の試合に出てみる気はないか。はい。胸に染みる。潰れる。回しも締めたことがねえのにいきなり試合に出ようってのが甘いんだよ。相撲部がピンチだって言うから、いわばボランティアじゃないですか。うちの相撲部は三部リーグのビリッケツ、つまりうちより弱い相撲部はこの世にないの。今ね、お相撲はすごい人気なんだ。貧弱な肉体にふんどし一丁で抱き合ってどこがかっこいいんだよ。回し。パンツは履いていいですか。裸のお尻は必要ではありません。耳飾り外して。え、ケースダメなの。あの野郎まただ。いつもここっていう時になるとゲリッピーになりやがって。今年のこいつらはひどすぎるぞ。出場させるくらいなら殺した方がマシだ。みんな相撲部のために頑張ってくれたんじゃない。ちょっとは感謝してほしいくらいよ。勝ちゃいいんだろ、勝ちゃ。勝ってやろうじゃないか。勝ってやるよ。絶対勝ってやるな、みんな。強烈大相撲部は俺たちの手で復活させるんだ。強烈みたいな難波大学に負けたらぶっ壊してやるぞ、お前。待ったなし、回転。間いっぱい青春土俵際しこ踏んじゃった。相撲部の試合に出てみる気はないか。はい。リンゴ。ひょんなことから相撲部へ。え、ケースダメなの。回し締めれば日本男児の血が騒ぐ。勝ちゃいいんだろ、勝ちゃ。勝ってやろうじゃないか。勝ってやるよ。絶対勝ってやるな、みんな。時間いっぱい青春土俵際しこ踏んじゃった。